なんだ、あの入れ墨。なんだ、一体どういう彫り物だ。まるでピカソの絵のように変形しているぞ。あれが噂に聞いた。その通り、あれこそ古より花山家に代々伝わる男たちの彫り物や。会心の男たちだ。ご苦労だったな、俺たちさん。ボレボレするような仕上がりだ。二代目もよく耐えなすった。先代もきっと草間の陰で。おいおい、泣くやつが。ダメだな、男たちじゃねえ。二代目、何を言われるんです。そいつはどっから見たって。おうおうおう、二代目、わしの仕事に何か不満でも終わりかい。もう堀立さん、こっちとやこの家業で40年おまんま食ってんで、返事のしようによっちゃ承知しかねえぜ。答えに。さあさあさあ。まだ完成じゃねえ。かっ、あしの仕事っぷりが半端ときたかい。じゃあ答えてもらおうか。どういうのが完成って言うんで。堀立さん、どうか気を悪くしねえで。あんたは黙っていてもらおう。どこに行くんだよ。二代目、待っておくんなせ。おう、若いの。あんただって知ってるはずだ。先代も先々代もあの柄であっしが掘り上げてんだよ。二代目が詫び入れるまであんたんとこは二度とごめんだぜ。二度とやらねえ。堀田さん、帰ってくんな。とっとと帰りやがれ、塩巻きじゃ。頭、どうした。血相変えて。二代目がいません。なんだと。二代目。そうか、分かった。組にもまだ戻っておられないような。あの格好のままでどこに行かれたんでしょう。二代目、ご大層な塗り絵をご開帳したところで何のダメージにもならねえぜ。塗り絵男、反撃できないぞ。ほとんどサンドバッグだ。どうした、背中の入れ墨は後継落としか。花山はどうして反撃しないんだ。クリアガーさん、あんた花山家の男たちの由来は知ってるか。男たちの由来。突然に風情が。なぜ倒れぬ。もうよい、すでにこと切れておる。元那二年、如月、一人の旅の幕府が寺の金を背負ったまま盗賊の一軍に切り殺された。あっぱれな男よ、行くぞ。その小さな鐘の中に身を潜めていた幼子、花山家最後の一粒種の弥吉だった。おじちゃん、おじちゃん。花山家はこの日、たまたま一夜の宿を貸したこの男により
一家全滅の危機を免れた。そしてこの名もなきバクトの姿を代々家長の背に刻み継ぐこととなる。真の男の鏡として。どうしたかかってこねえか。何、二代目が見つかった。で、場所は。何、神戸。頭、どういうこった。神戸っていや、先代をやった富沢会の二代目、まさかたった一人で。総動員をかけろ。神戸まで飛ばすぞ。富沢会に殴り込みだ。どうだ、よく仕上がっていた。二代目、そいつは切られてねえ男たちなんざ。男たちじゃねえ。の腕を再起不能にした。あれが命知らずの極道どもが幾同音に恐れをおののく。よくご覧になってください。これが喧嘩師花山薫です。これは大変な戦いになってきたぞ。巨漢の入れ墨男は恐ろしいほどの握力技の使い手だ。チビの牛赤丸小僧に果たして勝ち目はあるのか。小指動く、親指動く。神経がまだつながってる。
まった。